今、使っているマスク、スプレーですね。アロマオイルで、マスクスプレーを、作ってます。その作り方、結構適当なんですけども、まず精製水、違う、無水エタノールですね。アロマオイル、アルコールでないと最初溶けないので、混ざらないので、エタノールを、まず大体合計で20、これ容器が50ぐらいで、大体半分ぐらいですね、作ります。20ちょっと、10cc ちょっと、今日、まずエタノールを、入れます。大体正確にはやって、いないので。で、今使ってるのが、ティートリーですね。これも、大体ティートリー、中心メインにして、あとプラスアルファで何か足すようにしてます。で、これ、5滴。ですね。それに、レモングラス、これも同じ量、5滴ですね。で、何がいいかっていうのはちょっとわからないんですけども。あとはローズマリー、シネオール、ちょっとここら辺は感覚的に、それぞれ5滴ずつ、入れてます。この濃さも、それぞれ、人によってあれなんで、好み、あまり濃すぎてもいけないし、あとは個人の、合ってる量で調節していただければいいと思います。で、精製水ですね。これを、最初と同じ量ぐらい足していきます。それで大体、混ぜるように、します。で、僕の場合はもう常にマスク、通常外出ですね、外に行くときはマスク、してますので、そのマスクに、このマスクスプレーを、します。こんな感じですね。